はい、それでは早速始めたいと思います。今回、最初は初心者から、テニスを始めて1年ぐらいの生徒に、来てもらいました。ゼッケンをつけてますので、ゼッケン番号を呼んで、指導などを聞いていただければと思います。では初めにやるのが、ホームラン競争です。初心者の子は、ボールを遠くに飛ばすっていうことがとても楽しく感じます。まず、初心者の子がラケットを初めて握って、遠くに、飛ばすラケットにボールを当てるっていう、こう快感を感じてもらうために、取り入れてます。ではやってみましょう。お願いします。はい、行って玉拾い行ってね。はい、2コース作りました。ベースラインの方からかなり離れています。で、手落としで、ペアでボールをまっすぐ飛ばします。はい、どうぞ。どんどんやって、まっすぐと、まっすぐと、まっすぐと。はい、この時に体を大きく振るっていうよりも鋭く振る感覚を身につけたいと思います。まっすぐ飛んでないよ、ボール。そうそうそう、まっすぐ。はい、変わってよ。はい、で指導者の皆様確認してもらいたいのは、グリップです。ちょっとストップ。はい、こちらに、グリップの方、初心者の子はラケットを振っている最中に貸してグリップが自然にずれてくる子がいます。ですからグリップだけは、3本4本打ち終わった後にグリップを確認しようっていう声かけをお願いします。グリップの方は、標準グリップ、ウエスタングリップ、ストリングから、ラケットをスーッと滑らしていって自然に握らせます。これが打っているうちにだんだん、グリップがずれてきますので、そこのチェックを必要になってきます。はい、お願いします。はい、行ってみよう。はい、グリップ確認して、あ、いいね。だいたい右方向、左方向へ飛ぶことが多いです。まっすぐ打つことが大事になりますので、まずまっすぐ飛ばすことを意識させます。あとは遠くに、楽しくボールを打たせたいと思います。はい、では続いて、ラケットとボールを使った、コーディネーションを紹介したいと思います。はい、では早速やりましょう。ボール1個、はい、こっち向かって、はい、じゃあ体調ついてください。上につきましょう。上につきましょう。上へ着きましょう。はい、ちょっと広がって、はい、1本ずつ右手左手変えましょう。右左、右左、右左。はい、次右手と左手を変えたと同時に面も変えましょう。そうそうそう、はい、7番いいですね。7番、右手と左手を同時に変える、面を変える、面を変える。ちょっと広がっていこう。